タンクの中で育てられているのはパブロバやキートセロスなどの珪藻類、つまり海の中の食物連鎖の土台となる植物プランクトン。この珪藻を餌にして佐賀県の特産品、とあるユニークな海洋生物の飼育実験が行われている。その生物とは有明海の顔ともいえる二枚貝の揚げ巻き。かつては地元の家庭でごく普通に食べていた食材だが、漁獲量が急減し、今や幻の味になりかねない。アサリやシジミなど二枚貝の多くは蝶子貝を頂点にほぼ円形に近く、貝柱、足、出水管、入水管が配置されている。しかし揚げ巻きは有明海の独特な環境に適応し、体型は細長い長方形、そして潜るための足も独特な形。今日は揚げ巻きの資源回復に挑む研究の成果と、その舞台となる有明海の魅力を報告する。袋のような有明海の突き当たりに研究拠点、佐賀県有明水産振興センターがある。揚げ巻きの産卵期は夏から秋だが、2007年は9月中旬だった。この日は受精後およそ1週間目。どうやら順調に育っているようだ。並んでいる飼育水槽の水を採取して顕微鏡で観察する。揚げ巻きの幼生は水中をベラム、繊毛を使って移動するプランクトン段階だった。二枚貝も発生の初期は泳ぐのである。揚げ巻きはですね、卵がから生まれますと約1週間海中の中で浮遊するようなプランクトンの生活を送るんですけど、その1週間を過ぎますと今度は土に潜って稚貝になるんですけども、そこ今それを飼育しているところです。採卵がですね、今から1週間前で、今日で孵化後1週間経っているところです。ここでおよそ半年にわたる揚げ巻きの発生から初期段階の成長、変態の流れを追ってみよう。揚げ巻きの受精卵、一般に産卵は夏から秋である。受精後およそ1週間、 B 型幼生はベラムで海中を浮遊。孵化後8日目、二枚貝に共通する一般的な形に。11日目、ベラムは完璧になくなり、足を使って盛んに移動。22日目、二枚貝の形から変化が始まり、殻が伸び始める。およそ1ヶ月で拡張が1ミリに。体型はさらに伸び続ける。半年が経って親と同じような細長い独特のスタイルに至る。実は揚げ巻き以外にも有明海ならではの固有種、純固有種がたくさんいる。よく知られているのが愛嬌のある仕草のムツゴロウ。ボラに似ているが有明海固有種のメナダ。エイリアンに例えられる目の退化したワラスボ。オスの巨大なハサミが特徴的なシオマネキ。
貝に似ているが実は腕足類。生きた化石ともいわれる緑三味線貝。有明海のユニークな生物層の背景には地球規模の気候変動があった。2万年前、日本列島とユーラシア大陸はつながっていたのだ。最終氷期が終わる1万年前、九州の西にあった広大な干潟が消滅して深い海となる。干潟の生物たちは環境の変化に合わせてそれぞれが西へ東へ移動し、その一部が日本列島の有明海に生き残ったのである。干潟といっても堆積する土砂の質は様々。有明海は粘り気のある粘土質の泥干潟。揚げ巻きを砂地に置くと自慢の足を伸ばしても砂が崩れて足を差し込めず潜ることができない。揚げ巻きの D 型幼生の変化を追う。昨日までベラムで泳いでいた幼生は1日経つとベラムを捨て去り、今度は足を使って動き回る典型的な二枚貝のスタイルに。プランクトンとしての浮遊生活から海底の底へ生活圏が変わったのだ。阿蘇山の噴火による噴出物と筑後川の流れが作り出した有明海の干潟。干潮と満潮の水位差は最大6メートル。面積は全国の干潟面積の6分の1にも及ぶ。泥干潟に足を取られる。フィールドワークには相当な体力が求められる。この辺りが人工種苗を半年間育て、その後試験放流した一辺10メートルのエリアである。放流した時の揚げ巻きの違いの大きさはおよそ1センチ。順調に生育しているだろうか。いや、そもそも生き残ることができたのだろうか。さすが揚げ巻き担当の研究者、すぐに1匹目を見つけた。今年の3月に1センチ台で放流した稚貝は6ヶ月で4センチ台に育っていた。これが餌が豊富な自然界である。1年目の稚貝の潜る深さはおよそ20センチ。成長に比例して深く潜る。揚げ巻きを探すコツは水管からビュッと水を吹くところを見つけること。それにしても泥の中深く潜り酸素はどうしているのかと不思議に思う。揚げ巻きは自分の巣穴の中をこう縦にこう移動するんですよ。それで潮が満ちてきたら上の方に来て、潮が引いて上干潟になったら下の方に潜っていくっていうような行動をしてますんで、それで周りの酸素をよく含んだ海水を自分がもともといる深いところに持っていったりするんで、揚げ巻きが移動することによって酸素をよく含んだ海水を下の方に持っていってくれて、周りの生物に対してもいい環境を作ってくれてるっていうことを期待しています。手前の 3,4 センチ台が今年放流した1年もの。奥の7センチ台は3年もの。放流した数の 30% 残れば漁師さんたちにとって一番漁獲の一番なんていうの、費用対効果があると言われてますんで、私たちもそれを目指してるんですけど、大体今結果的にはその 30% 前後の結果が出てますんで。放流試験が順調に進むかに思われた矢先、有明海で異変が起こった。赤潮の発生である。2007年8月の初旬、植物プランクトンの大繁殖が勃発。およそ1ヶ月にわたり漁業に大被害を与えた。魚類、甲殻類だけでなく、本来植物プランクトンを餌にしている揚げ巻きまでも次々と水面付近に立ち往生。その後立ち枯れた。養殖してたんですよ。で、大きくなってもこんなに大きくないことです。それが2年間のうちもう全滅ですよ。それがもうみんな頭を出して死んでしまった。
やっぱり何かが後でしょうね。20年ほど前ぐらいまではね、いっぱいも小さいからね、もう2年もぐらいからおったんですよ。赤潮は植物プランクトンのシャットネラによるものだったが、揚げ巻き死滅の原因は複雑だ。赤潮の発生との関係もあるかもしれませんけれども、貧酸素水塊、要するに海の底の酸素が非常に欠乏するという状況も見られています。夏場非常に今年は水温が高いというところ、例年に比べて猛暑日が多かった。まあ、赤潮と貧酸素水塊、それと高水温、いろんな要因がですね、絡んで、まあ、何らかの形で、二枚貝のその衰弱なり平地に関与しているのかなと。海と陸の双方から影響を受ける干潟は、生物の種類も量も豊富だが、その複雑な環境メカニズムについては未だ研究の途上なのだ。佐賀県有明水産振興センターでは、人工飼料の生育が順調に進んでいた。赤潮被害に立ちすくむことなく、いや被害から揚げ巻き資源を回復させるためにも、放流用の元気な稚貝を作らなければならない。水槽の底に敷いた泥を採取して詳しく観察。自然界では海底に定着している段階だが、泥の中では何かが盛んに動いている。その動きを顕微鏡で追うと、はっきりとした軌跡が描かれていた。揚げ巻きの稚貝である。この様子だと放流まで順調に育ちそうだ。つまり資源回復への突破口は切り開かれたと言ってよいだろう。ある程度成果が見られて、このままだと揚げ巻きをなんとか復活させる糸口ができたんじゃないかと思っております。ただこれは小さな規模での試験研究の段階です。これを実証段階にするためには、まず揚げ巻きを大量に作る施設が必要です。また揚げ巻きを放流する場所、もっと広い場所ですね。今日のところは最大でも10メートルかけ10メートルの狭いエリアですよ。それを100メートルかけ100メートルぐらいの広いエリアのどこが漁場としていいのか、まあ、そういったものが大きな課題だと思ってます。佐賀県初の女性水産研究者辻條さんの課題は、揚げ巻きの生産率を左右する要因の解明。地球規模の気候変動による大陸依存種の一つ揚げ巻き、巣穴を作り上下移動することにより干潟の環境を向上させる力を持つ。生物と環境が互いに影響し合う干潟の豊かさを象徴していると言っていいだろう。奇妙でありながら食材としても大切な数多くの生物を育む有明海。特有の生物がたくさん住んでるんですよね。非常に豊かな海です。有明海の語り部揚げ巻き、水産科学の現場に資源復活の兆しを見た。